どうもこんにちは、高島です。今回は安くて簡単でインテリアの雰囲気がめちゃくちゃ良くなるっていう間接照明について、面白いアイテムがあったので少しご紹介したいと思います。その間接照明っていうのがこれなんですけど、これメイドインチャイナとしか書いてない謎の銀袋なんですが、これが面白いなと思ったもので、 LED のテープライトなんですよね。ちょっとまあ開封してみます。こんな感じのもので、 USB から電源を取っているようなものなんですけど、これ LED ライトで、この黄色の部分が光る部分ですよね。まあ、多分見たことあるかもしれないんですけど、まあ、これ発光する部分で、2メートルの長さのものを購入したんですが、これ1080円でした。めちゃくちゃ安いんですよね。最近もう LED の価格っていうのはもうだいぶ下がっていて、まあ、普及したおかげもあってめちゃくちゃ値段が下がってます。なのでこういうの間接照明って昔は蛍光灯とか小さい電球とかでやってたと思うんですけど、まあ、LED でこんなのが出てきて簡単でもう電気代もほとんどかかんないようなもので、すごいいいですよね。これ便利なところが、これ両面テープがもうついてるんで、これを剥がして、もう貼るだけなんですね。でこの、USB 電源を挿せばもう発光するっていうものということで、実際に、棚がちょっと、暗いなって思う棚が、あるので、そこにちょっとつけてみたいと思います。ここなんですけど、この角のこの辺りの棚が今ちょっと明るくなってますけど、今だいたいまあお昼の1時ぐらいなんですけど、このぐらいから夕方になってくるとどんどん暗くなってしまうこの場所なんですけど、まあ、ちょうどね日が入らない角になっていまして、ちょうど影になってしまう場所なので、ここをまあ暗くなったっていうのを、まあ、逆手にとって、LED のテープライトをこう実際に貼ってみようかなと思っています。両面テープなんでもうすぐ貼ってすぐ終わるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ちょっとやってみましょう。これが、USB の差し込み口ですね。まあよくある普通の USB です。でここが長くあって、コードが長くあって、でこれ面白いのが商品の LED の部分なんですけど、これ、2メートルあって、でこの先端の部分こうあるんですが、この黒い、ラインが見えてると思うんですが、ここハサミでカットすれば、このカットしたところまで使えるっていう、なんか割と自由自在に長さを調整できる、多分2センチ間隔ぐらいでこの黒いラインがあるので、ここをカットして、好きな長さに余っちゃった場合なんかはカットできるようになってます。で、まあカットした先はもう使えないんですが、このカットするのは結構便利な、ちょっと面白いですよね。だいたい2メートルの長さなんで、これが2メートル50ぐらいある棚なので、これは、まあ、どのあたりからつければいいかなっていうところで、まあ、人の目線がちゃんとある場所なので、真ん中よりちょっと上目あたりでつけてみようかなと思います。ではここを両面テープを剥がしてもう貼るだけです。なので両面テープ同士がつかなければまあ問題なく貼れるかなっていう感じですね。大体で貼っていきます。この照明が見えない位置に貼ることですね。見えるとかなり LED 感が見えて、すごいなんかダサい
感じになると思います。こう見えない棚とか直接覗き込まないと見えないような位置がいいですね。覗き込んでようやく見えるぐらい。あとは光もねそんな強くないので、まあ、これを光源とするよりかは見せる照明という感じ。この辺りですね、この裏側にあります。はい、これで OK。 まあ、横からでも見えないぐらいですよね。実際どんな感じかっていうとこんな感じですね。表からは全く見えない形になってます。あとは、この USB の電源差し込み口とこういう、まあ、iPhone とかの、まあ、これ iPhone のやつですけど、まあ、100円ショップとかで、まあ、売ってるようなこの USB の差し込み口をこうつなげて挿したら多分電源がつくと思います。じゃあ差し込んでみようと思います。お、いいですね。なかなかこう見るといい間接照明になったと思います。これもうめちゃくちゃ簡単でしたよね。で、これちょっと気をつけなきゃいけないのがいろんなカラーがあるところです。で、これ色を変えれる、LED 照明同じようなものがあったりするんですけれども電球色っていうやつを選んでください。そうするとまあよくある間接照明の雰囲気が出ると思います。いかがだったでしょうか。これだったらもう1,080円、約1000円でこんな感じの間接照明が作れます。でしかも簡単で、いい雰囲気にすることができるっていうことで、まあなんかああいう棚を持っている人だとかまあなんか自宅のまあ、ちょっとした、スペースの裏側なんかを利用してインテリアの雰囲気をちょっと良くしていくっていうのも面白いかもしれません。両面テープなので賃貸の方でもすぐにできると思います。剥がす時でも跡が残らないと思うんで、結構おすすめだと思います。あとはオンオフのスイッチっていうのが必要なので、オンオフのついてるコンセントを使うとかまあなんかちょっと試してみようかなと思います。今回はめちゃくちゃ安くて、簡単でインテリアが良くなるという、3拍子揃った LED の LED テープライトをご紹介しました。商品の方は、Amazon で購入したので下の、説明欄の方に入れておきます。今回はもうなんかうまくいくかわからなかったので、試しに1個だけ購入してみましたけどこれからもう片側にも追加注文してつけようかなと思います。では次回またこちらからお送りしたいと思います。